全部がコンパクトだからいいよね、ミンデロ。海あり、街あり、音あり、カーニバルあり、素敵な人たちあり、全部入りだな。おすすめの国だね。今回も前回に引き続きカーボベルデの旅。2パターンあるんだよな。この山が人の顔に、人の顔っていう、顔岩、ん？顔山っていう名前がついてるらしいんだよな。右側の方の一番高いところが鼻で、その左が口顎っていうのも取れるし、真ん中のくぼんでるところのここが鼻とも取れるんで、面白いね。でも昔からそうやって言われてんだもんね。カーニバルから一夜、遅めの昼食をとる。カーニバルで消費した体力を取り戻す。うまい、聞いてる。いい、食ったな。取り戻した。太陽が沈む。この日は夜から行動開始。カサドモルナ。おお、ちょうど始まるじゃん。やばやば、今日楽しみ。カサダモルナ、どこがいいかな。はいいかな。ミンドロで有名なライブレストランカサダモルナを訪れた。まもなくライブが始まるようだ。もうカーニバル翌日だから、まあ街は寝てるんでしょう。でちょっとまだ物足りない人がちょっとこう残ってるとか、まあ、観光客の人とか、ね、すげえ素敵な空間ね、カサダモルナ。ライブが始まった。自然と体が動き出す。いられないっていうマインドがいいよね。うずうずしてきちゃう。踊ろうと思ってないっていうか、気がついたら 踊らされてるみたいな。どんどん入ってくる、どんどんジモティ入ってくる。カーニバルが終わった翌日の水曜日の夜、深夜1時に若者じゃなくておじさまおばさまがどんどん集まってくる。音楽の場所ってそんなにないよ、やっぱり日本にはね。すごいよ。
気持ちのいい朝、直人は町へ繰り出した。バーバリア正面ヨン、じゃあキャネ、おお、やった、いけるの。床屋に到着。ここ大丈夫。旅の間に伸びてしまった髪を切ってもらう。大丈夫。パパ海外でバリカン上手ね。パパタボンね。タボンタボン、すげえ早いな。パパ何がないって、あの躊躇。これちょっと揃っちゃったな。これパパ、パパこれ揃っちゃったんじゃない。これちょっと、まあ大丈夫か、つければな。これお坊ちゃまくんになっちゃったから、やっぱ日本の美容師さん優秀なんだな。大味だもん。もうあのすぐとかないでしょ。切るか切らないかな、自分。あ、もうでもいいかもパパ、いいかも。うん、タボン、タボン、いいいい。意外と満足な仕上がりに。漏れてっけど。ああ、パパいいね。すごいいいよ。ありがとうパパ。オブリガード。オブリガード。うん。カントクした？ドセントシ。ドセントシ。ドセントシ。トゥハンドルス。え？え？200？嘘でしょ。え？ちょっと待って。ドシエントスでしょ。2000円でもちょっとこんなにやってもらって安いなと思って、2000円出そうと思ったら、ちょっと待って、ドスミルじゃなくてドシエントス200円。これ今200円でやってくれたの今。そうでしょ。オブリガード。いいね、海外で髪切るってのもね。ただチクチクすんね。全部がコンパクトだからいいよね。見てろ、山あり谷あり海あり街あり音ありカーニバルあり美味しいご飯あり素敵な人たちあり、全部入りだな。おすすめの国だね。ナオトはカーボベルデ・ミンデロに別れを告げ、飛行機へ乗り込んだ。